こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は、石人転倒すれば路中拍手すです。石で作った人形がうなずき、仏殿の柱が拍手する。無にて仕切って分別や常識を超越した自由な働きの象徴。石人は木人などと同様、分別や情念を離れた存在を表し、無の境地に徹した人の比喩です。路中は仏殿などのむき出しの柱のことです。それでは今から石人転倒すれば路中拍手すを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。